ぶっちゃんです。サムです。エビちゃんです。お酒カンパニーです。よいしょ、はい、今日はドミノピザが期間限定で発売している裏ドミノを食べたいと思います。やったー、裏ドミノ。はい、一つ目はこちら、じゃん。いいなー。欲望の塊クワトロです。まずこれが恥じらいのガーリックマスター。こちらが禁断の炭火焼きビーフ、キルティジェノベーゼ。ここが背徳の高麗カルビ。これどういう特徴があるかっていうと、ガーリックが通常の2倍、マヨネーズが通常の3倍入ってるというね、超高カロリーメニューになってます。絶対に美味しいですからこれ。最高、はい、最高。そしてもう一つがこちら、じゃん、1キロバターポテトフライです。最高、もう最高。めちゃめちゃ量多いっすよ。もう最高。あー、ポテト大好き。すごいぞこれ、量が半端ない量、まあ、これ1キロあって、これ L サイズなんですけど、これを3人で食べたいと思います。いやー最高。まずはこの恥じらいのガーリックマスター、多分これにガーリック2倍入ってるんですよ。なるほど。いただきまーす。いただきまーす。あー、もう匂いがガーリック。あー、すごっ。うわー、うんまっ。うまっ。うわー、口やばせや。ガーリックめちゃめちゃやっぱ強いっすね。ね、うん、このガーリックがいっぱい乗って臭くなるから恥じらいが出てくるんですよ。そういう恥じらいね、うん、はい。次が禁断の炭火焼きビーフ。いただきます。あー、匂いが炭火、マジでやば。めちゃめちゃ炭火ですねこれ。うわ、ほうれん草とマヨネーズとこのお肉がめちゃめちゃ合う。合う。30代になってから油が辛くなってきたんだけど、はい、辛くなってく系の油ぐらい、はい、あ、やべ、なんかね、言葉おかしいから言うた。もう問いようとしてめちゃめちゃ失敗してる。失敗してる、大失敗。大失敗したわ。はい、次がこちら、はい、ギルティジェノベーゼ。うわぁ、ジェノベーゼか、バジルが乗ってるかな。いただきます。あー、楽しい。うわぁ、すごい。ポテト、ポテトも乗ってるし、チーズとマヨネーズがめちゃめちゃいっぱい乗ってますよ、これ。やばい、このチーズやばい。炭水化物の上にポテト乗ってますから、ね、罪深いなこの。うまい。欲望の塊クワトロ、ラストはこちら、はい、背徳の高麗カルビです。うわー、カルビ、カルビ、いただきます。肉がもう、肉、ガーリック強いな、やっぱ。うわ、カルビや。耳の部分多くね。俺のやつ耳の部分多くねって。おい、裏ドミノじゃなくてもずっと売ってほしい、うん、正式メニューで美味しい。正式メニューでいいわこれ、うん、嫌いなやつが一個もなかった。うん、デブはみんな好き、うん、ハズレがない。え、ちなみにどれが一番好きな味？俺一番最初のパン、恥じらいのガーリックマスター。うん、一番うまかったあれだろ。僕は禁断の炭火焼きビーフです。あー、でも炭火めっちゃ良かったよ。めっちゃもう、はい、とりあえずピザは余裕で完食しました。余裕だな、うん、はい。続きまして、1キロバターポテトフライ。すげえ、ボリューミー。順番間違えたな。ピザの間にポテト挟めばよかった。頑張ろう。いただきます。いただきます。バター、うん、うまいな。これは最高。バターすごい。正直もう、ちょっと飽きてきた。早っ。飽きてきたな。お前もかい。画面越しで見てる見た目以上に、うん、量あるんですよ、これ。量ある。お前サボんなよ。いやいや、見るだけでもサボんなよお前。いや俺訴えとんやから今ポテトに。ピザのところで終わってたらな。ちょうどよかったのにな。幸せやったな。幸せやったな。いや、これならいける。おおおおおおもっつもっつめちゃめちゃコーラで入れた。あと2切れ。お、うん、うん、完食しました。
どうにか裏ドミノ完食しました。おい、はい、めちゃめちゃ美味しかったっすね。うまかった、うん。はい、この裏ドミノ7月13日からまだ販売が開始したばかりで、うん、期間限定なんですけど7月の26日まで頼めるみたいなので、なぜひマジで美味しいんで食べてみてください。ちょっと人数に気をつけて、人数は3人でもだいぶしんどいです。しんどい、男3人でも、うん、ぜひ食べてみてください。はい、バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。